大丈夫です。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。ということで、今はここは韓国です。はい、韓国に飛んできました。急に韓国入りからスタートって感じで、はい、お互いのちょっとカメラの勉強で先にこっちに来てたから、そうですね、はい、俺は今日朝に韓国出て、はい、で昼過ぎぐらいにこっち着いたっていう感じで、うん、で今18時半、はい、うん、で金曜日の18時半で明日が大会って感じ、うん、で今日朝からも予定通りご飯もしっかり食べてるし、はい、で飛行機でむくみもなくいい感じで進めてます。で今何食かな、4食ぐらい食べて、はい、でこれから残り2食、はい、のあと1食を食べるっていう感じ、うんうん、まあコンディション的にもさっきもちょっと見てもらったけども、かなりそうですね、いい感じで、うん、ジェイクラの時よりも1キロ以上軽い、うん、で今もう結構がっつり水も塩も抜いてるから、はい、もうかなりもう皮膚にペタペタに、はい、筋肉に皮膚がペタペタに張り付いてるっていう感じ、うんうん、で明日もその調子で行って、でパンプしたらかなり映えるんちゃうかなっていう、はい、うん、とにかくもうめちゃくちゃ楽しみやな、うん、暗い、あ、行きます行きます、いけそう、はい、まあこんな感じっすよ、うん、足の溝めっちゃ深くなりましたね。そうやね、これな。いや、みんなドン引いてます。カメラマンチームが横にいてるんですけど。マジで指が入るぐらい、はい、でケツももうこのたるみがもう一切ないから、はい、もう完全に筋肉の繊維が全部消えてるっていう感じ。すごい。だからそこからまた調整でバチッと、そう、うん、ちょっと映してもらって顔がもうみんなチーンって。いやね、なんかナバジャパンの撮影をさせてもらってるんですけど、うん、まあ、なかなかここまでのコンディションの選手はなかなかいないんで。いや多分俺自分でもいろんな選手見てるし、うん、あれやけど、まあ俺のコンディションを超えれる人は多分おらんと、うん、それぐらい今回はかなりエグいコンディションを持ってきてるから、うん、まだ良くなるんで、はい、うん、またそこからカラーリングをしたり、そう、なんか 2段階3段階楽しみがあるというか、まだ今日の夜でもまた変わるし、はい、明日朝起きてからも良くなるし、うん、でステージの前にパンプしたらもちろん良くなるし、うん、カラーリングしたら良くなるし、はい、良くなることしかないです、はい、ああ牛肉の赤身 200g、はい、あります。これをいただきます。ちょっとお皿あるからせっかくやし、はい、そうになるかな、オリーブオイルはないですね。そうっすね。でここにオリーブオイルを 5g 入れんねんけど、 5g、 はい、これ 7g 入ってるから、はい、ちょっとこれで
さっきこれはあの近くのスーパーで買ってきた韓国産の牛です。はい、韓国産の牛の方がなんか美味しそう。いやもう今やからじゃないですか。いや分からへん、はい、なんか赤み強いですよね。めっちゃ赤くない？確かになんか赤が綺麗。フライパンが安いからくっつきますね。確かにいますね。めっちゃくっついた今。大事な大事な 10g ぐらいちょっと少ないかもしれない。食事指導はいおりさんにしてもらって。食事指導はいおりさんですね。はい、西澤いおりさん。はい、これも全部指示通りに従ってやっております。ほんまに過去一楽。その自分がもともと思ってたその考えとか、はい、やり方とすごく合う。でそのやっぱコーチとしてもやっぱフィーリングってすごい大事やと思うんだけど、はい、なんかその辺もすごい伊織さんはすごい合う。もう全然いいです。もう全然いいです。でこれも味がなしです。はい、オリーブオイルをかけるだけ。これはあの内緒の粉。はい、大豆レシピ。え、大豆レシピ。大豆レシピ聞いたことないと思う。はい、それをかけてくださいって言われるんですけど。そうそうそう。これは全然味ない。いただきます。はい、はい、おいしく出来上がりました。で、いおりさんに送ると。くそ、これが、1、2、3、4、5、6、7、8、8食目やな。いただきます。うまい。牛はうまいけど、はい、塩ないから、うん、なんか野生って感じ。素材の、うん、肉の素材味はどうなる？ないでしょう、この僕の体みたい。塩つけやんの食べたことないやろ。せめて塩タレドバーですよね。うん、なんかな、俺も出てないのに見に来てんねんけど、うん、去年もそうやけど、そのプロのステージとかを見てたら、お金払ってわざわざ日本から韓国まで行ってまでも見たいって思う、うんうん、そうですね、うん。その選手がステージに上がるまでの、その演出含め、うん、もうなんかな、演劇見てるみたいな感じ、うん、うわすげえこれなんかショーやんみたいな、はい、もうずーっと鳥肌立ってるし、うん、もっと見たいもっと見たい、うん、だから韓国のステージって明日もタイムスケジュール的にも23時とかまでになってる。そうですね、明日じゃあ明後日か、はい、プロさん23時までとかになってたけど、それいつも終わんの1時ぐらいになるんやん。そうですね、1時ぐらいになっても、はい、もう立ち見でもみんな見て、うん、大きい声出して応援してるみたいな、うん、それってめちゃくちゃすごいことや、うん、うん、だからそれぐらいまで日本をな持っていけるようにしようと思ったら、 そんだけのもちろんステージ作ったり舞台もあるけど、うん、選手自身もやっぱりレベルアップしていかなあかんから、うん、
だからな、今はそこまで影響力ないけど、自分のその体を見て、この子やったら応援したいなって思ってくれるようなそのスポーツモデルを作っていけたらなって思う、はい、うん、というわけで明日ちょっと、はい、そう、明日はステージ裏のパンプしてるとことかステージとかも、高いカメラ持ち込まれへん、はい、そうですね、みたいで、それはもうナバコリアとしてのルールらしいから、はい、そこはちょっと携帯で撮ってもらって、はい、後で繋ぐっていう形になるけど、はい、まあ、ちゃんと一応多分 YouTube は上げれると思うんで、はい、うん、まあそんな感じで、そうですね、うん、ステージまでもまたちょくちょく、はい、撮りながらお願いします。お願いします。はい、ありがとうございます。ございます。ありがとうございます。あー、とうとう当日を迎えました。はい、今は朝の7時です。で、今日なんか緊張というかは、今日が楽しみすぎてあんまり寝れんくて、はい、で、なんか頭の中でずっとそのステージをイメージして、で、もう気づいたら朝5時半ぐらいやって、で、朝バナナ食べて、で、そこから半身浴して今っていう感じ、うん、で、これからご飯食べんねんけど、で、今またかなりコンディション良くなってるから、はい、ちょっとそれを撮ってもらおうかなと思って、はい、って感じです。はい、やっと今日当日迎えて、長かったけど、なんか寂しい、いつもそうやけど、大会の日を迎えるとなんかもう減量終わりかって感じで、すごい寂しく感じる、うんうん、まあでもほんまにやりきったし、はい、なんかちょっと泣けてきそうな感じもあるけどちょっと大会終わってからゆっくり泣こうかな、はい、うん、ちょっとその時は胸貸してください。はい、OK、 じゃあちょっとこの辺、はい、えぐいっすね。えぐい。かなりいい感じだと思う。はい。うん。昨日よりだいぶ張り付いてるし。そうっすね。昨日はここだけやったけど、今ここもだいぶくぼんでる。うん。とまあこんな感じです。はい。はい。じゃあちょっと今からまたコウスケクッキングの時間です。OK です。朝は何ですか。朝一バナナ食べたから、はい、今から牛、うん、牛とピーナッツバターとライスケーキ、はい、うん、あとじゃあステージまでは、ステージまでは、はい、ちょこちょこちょっとライスケーキをつまむぐらいだな、はい、昨日油がなかったから、はい、牛肉をカットした時の脂身、うん、牛脂、それから、はい、牛の赤身を食べ続けると、体って結構酸化しやすくて、逆に赤身食べると炎症作用があるから、うん、逆にその悪い意味でのその炎症作用で筋肉がちょっと張り付いた感じになるから、減量の最後大会に近づくにつれて、ちょっと牛の赤身のタイミングが増えていくっていう感じ。うん。だからずっと牛肉を食べてるわけじゃない。うん。お尻は基本的に鶏胸肉。はい。が、
メインやな、うん、これは今日はオリーブオイルとかないからあのピーナッツバターが、はい、とこの牛肉の油が脂質源になるから今からこれだけを食べるって感じ、はい、いただきます。あー牛肉昨日は大豆のそう大豆レシピにかかってたけど、はい、今朝はなしやから。うーんもう今から大量に炭水化物と白米とか、はい、入れまくってもお腹張るだけやから、うんうんうん、でタンパク質と脂質とって油でつなぐって感じ。うん、でもやっぱ美味しい、うん、まあ7時やからあと7時間後ぐらい、うん、いよいよせえって感じ。はい今日はバックサポートに契約の。そう。伊藤契約が入ってくれます。2021年のジャパングランプリオーバーオールド契約です。契約は去年 PDQ っていうオーバーオールド取った人だけがコリアのプロ戦に出れるっていうので、契約は去年出てたけど、今年、コリアのプロ選手に並ぼうと思ったら、クラスで優勝せんなら、そこのステージ立たねえから、みんな。うん。うん、ちなみにやけど、同じクラスに入れてるジャパンプロの、はい。財津くん、幸太郎くん、和樹には、俺は勝ててないから、絶対日本では。はい、だからそういう意味でも、今日、うんうんうん、リベンジっていう形でここに満開できたらなって。はい、うん、ピーナッツバター。うんピーナッツやな、うん、普通ピーナッツからの脂質。そう、ピーナッツだけを使った。うん、ピーナッツからの脂質や、うん。これなんでクルミにせえへんのっていう話やけど、クルミやと消化が悪いから、はい、これってすりつぶしてるから。そんなに消化にも影響ないっていう。はい。で、朝ごはんは終わりで、あとはサプリかな。はい。少ない方はね、マルチビタミンとかビタミン C、マグネシウムで、なんかいろいろ入ってるな。でこれはソルリンやねんけど、昨日のほんまにほんま夜に飲んどかなあかんねんけど忘れてて、はい、トルリンは激酸っぱい。あ、酸っぱいっす。うん。
とまあこんな感じで、はい、朝ごはんは食べました。はい。でまああとちょっとのんびり過ごして、あとパンプアップしてステージっていう感じなんで、うん、またその様子は引き続き撮ってもらって、はい、ちょっと YouTube でいい報告できるように頑張ってきます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。なんか最初伸ばし伸ばしで後半なんか叩いても切るくらいもいいですけど、最後全体に出てて、はい、まあ、最後今のシャトルさ足しといて、はい、同じぐらい Thank you.
ですね、その3回の設置は今、本線24日の時点で。저는 무대 좌측으로 한 걸음을 보았습니다. 무대 좌측으로 감사합니다. 정면 향해서 오시고요. 이 상태에서 보겠습니다. 선수 가장 자신 있는 정면 포즈. 선수와 자신 있는 후면 포즈를 취해주세요.
16번! 화이팅! 선수 선수 よし、足。大地頑張れ。大地頑張れ。足。大地君、足頑張れ。大地君、足頑張れ。早速ですが、カープの選手のグレフィットが得点を挙げてまして、次に早速アップされまして。 선수 포즈부터 정말 선수고요. 선수 포스코만 정말 선수권합니다. 그래서 선수는 전전 포스.
다음으로 아무쪼록이라 정국이나 337번 다시 나오시고요. 338번 354번 356번 357번 3명도 운동하겠습니다. 342번 42번 선수가 본인 버거 선수로 나왔습니다. 버거 선수에 맞거든요. 옆에 선수가 자리를 바꿨네요. 354번과 342번 선수가 자리를 바꿨습니다. 감사합니다. 자, 이렇게 선수 정리했습니다. 선수는 이제 좌측으로 두 번만 이동하실 겁니다. 좌측으로. 좌측으로 두 번만 이동하실 겁니다. 정면에 서시고요. 지금 파란색 라인 선생님 선수는 네 분의 선수를 전부 뒤로 하고 굉장히 자, 일곱 대 선수는 파란색 라인으로 가실게요. 한 걸음 뒤에 있는 파란색 라인으로 가실게요. 감사합니다. 선택해 보겠습니다. 선수, 가장 자신 있는 전명군. 선수들 호흡 다운
정신이가운데대관에서잠시만비켜주시기바랍니다나이스포즈로만두선수모두수고많으셨습니다수원선수에게큰박수부탁드립니다수고하셨습니다네선수님입니다신상현의박상원위원님께서수고해주겠습니다2014나바코리아그랑프리파이널미스터스포츠모델미디움클래스에먼저탑10의선수를호명하겠습니다호명된선수는무대앞쪽으로한걸음나와주기바랍니다선수번호337번338번357번357번356번436번336번탑텐마지막번호340번입니다네아쉽게도호명되지않으신선수들께서는무대뒤집안으로이동해주시기바랍니다수고하신모든선수들께큰박수부탁드립니다계속해서탑텐에호명되신선수들께서도무대뒤집안으로한걸음이동해주시기바랍니다계속해서탑6의선수를호명하겠습니다선수번호354번337번336번356번338번탑10마지막번호357번코스틴후지오카선수입니다계속해서미스터스포츠모델미디움클래스3위의선수를호명하겠습니다3위선수번호338번다이치요시노선수입니다네축하드립니다다이치요시노선수님께서미디움클래스3위를따내셨습니다계속해서2위선수번호356번신일섭선수입니다네축하드립니다신일섭선수님께서미디움클래스2위를수상하셨습니다2013나바코리아미스터스포츠모델프로전에출전할미디움클래스1위선수번호336번박요셉선수입니다네축하드립니다박요셉선수님께서미스터스포츠모델미디움클래스1위를수상하셨습니다
대한 촬영을 하겠습니다. 수고하신 모든 선수들께 축하드립니다. はい、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。ちょっともう今ステージの映像を見てくれてると思うんで、はい、あのなんとこの立派なメダルをいただきました、はい、トップ6です、はい、あの昨日言ってたみたいに、うん、ちょっと待ってな、はい、いやもう先散々泣いたから、はい、もうええかなと思ってんけど、はい、まあ、ファーストコール入るのが目標あって、うん、でまさかファーストコール呼ばれて、はい、で多分順位的には3位までの表彰やったけど、うん、多分4位やって、うん、で、まあ、3位は第一くんやったけど、うん、で、まあ、3位の第一くんの次に自分っていうので、うん、まあ、それはもう自分にとってはもうできすぎかなっていうぐらいの評価をいただいたんで、はい、まあ、ほんまにやってきてよかったなって思います。はい、はい、あ、もう高弘含め、うん、奥さんもそうですし、周りのみんなサポートしてくれた方のほんまにおかげなんで、まあちょっとはいい感じで終われたかなと思います、はい、うん、まあほんまにやってよかったし、うん、まあ、最高のステージでした、はい、あ、で応援してくれた皆さんありがとうございました、うん、会場がどよめいてたんでそれも動画には入ってると思いますみたいやな、はい、うん、まあ、ちょっとそれも自分でみんなの楽しみに、うん、ちょっとまたこれからもよろしくお願いします。はい、はい、じゃあまた後ほど、はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。神々しいな。カラーリングもバッチリですね。なあ、やっぱゴールド一本でいってよかったな。ポージング撮るためにおーって言ってましたよね。言ってましたよね。プレゼントになった。そうですよね。おーって。韓国人の方がね、やっぱり皆さんね、おーみたいな。だからこっちもおーってなるんですよ。それを聞いて。いや嬉しいです。マジで。戦いでも取ってくれてたし。いえいえいえ。今日は佐藤さんが月切りで。ありがとうございます。塗りました。はい、僕が塗ってほしい方は佐藤さんに佐藤さんのカレーの兄貴、はい、めっちゃ良かったです、カラリーが、はい、多分結構映えましたね、僕も良かったですね、リスナーでしたか。あ、そうですかね、うん、確かに確かに。キットは良かったですか。ちょっと抜けた時間ですか。あ、そんなことないです。良かったです。そうなんですよ。はい、いや、マジで、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっとな、また後ほどゆっくり、はい、ちょっと喋ろうかなと。そうですね。あ、ちょっと一旦部屋戻ってからとかして、はい、ちょっとゆっくりします。はい、はい、佐藤さんもお疲れ様でした。ありがとうございます。ありがとうございます。
はい、本当トップ3入りました。トップ3じゃない、トップ6や。6入りました。大地くんは3位。で、ユーシンも日本人4人でトップ6入ったっす。入ったじゃないですか。これは入ってもイエーイ。最高です。ありがとうございます。ひろきさん、選手か？あ、放送。オッケー。2位の選手です。はい。YouTube。4、ベタ。お、ベタ、ベタ。ああ、he don't have a... Okay.